おはようございます。釣り子 TV です。今活から新しいラバージグが発売されてましたよ。開発中から大注目話題だったミッキーヘッドジグ、これの2分の1オンスがですね釣り具屋さんに並んでいたので1つ買ってきてみました。1個ですね700円ぐらいするんでなかなかな高級なラバージグなんですけども、これ名前どうなるのかなっていうのがすごい気になってたんですよね。ミッキーヘッドジグって書いてありますけどね、ミッキーって入れんのかなとね、あれですよね。ミッキーさんって言ったら僕らのクラブの日色はミッキーマウスのあのミッキーさんですね。ちょうど最近ですねフルメタルジャケットって映画を見まして、あれ昔からたまに見るんですけども、久しぶりにスタンリー・キューブリック監督ということでフルメタルジャケット見て、あの映画のどこが印象的かって言ったらね、最後のシーンでね、ミッキーマウスクラブをですね歌うっていうね、そういうシーンがあるんですけど、ちょっと話が大ばかりそれてきたんで、そのミッキーさんなんですよ。ミッキーさんに似た顔立ちをしているっていうことみたいなんですけども、こんな感じで裏にこう説明が書いてあって、カッパーライトグリパンっていう名前がついてる、そんなカラーですね。パッケージがすごいね、こんなパッケージなんですけど、ちょっとじゃあ早速出していきたいと思います。丁寧な梱包ですね。きたよ。はい。なるほどね。ミッキーいますね。どうやら。ネズミ社長ここにいますよ。そっか。でもなんとなくだろうと思ってたんですけど、開けてみるとね、思いのほかミッキーさんですね。この愛のところね、花になっていて、でどうでしょうか、この特徴的な左右の出っ張りね、これはね明らかにミッキーさんですよ。結構ちょいちょいね釣り具業界でたまに名前が出てくるんですけどね、去年買ったルアーだとねネズミマウスっていうルアーがありましたけどね、あれもだいぶ攻めた感じだなと思ってね。でディズニーランドっていうと浦安、舞浜浦安エリアっていうことでお膝元のねフロックプロダクツなんてありますけど、さすがのフロックもミッキーさんだけはなかなか攻めないな、カラーリングってあれもやったらやばいんだろうなっていう、そういった感じでなかなか大変なミッキーさんですけども、ここにいますよ。じゃあね特徴を見ていきたいと思うんですけど、まずはちょっと長めのシリコンラバーですね。結構ロングスカートって感じがしますが、でガードがねごくなんていうのかな、ほんと必要最低限に守ってくれる、そんなガードになってますね。がっちりとしたカバーに打ち込んでいくんではないよというような感じの、でもフッキングとあとはちょっとしたゴミよけ、軽い枝よけがしやすそうなガードがついていて、で針がですね結構いい針がついているなちょっと取っていってますね。フッ素加工してある針がついてますね。やばい汚く取れちゃった。ちょっと後ろにどいててもらって、ちょうどどうでしょう、ミッキーさんのズボンみたいな色になりましたよ。いいやね、フッ素加工されていてものすごく怖いぐらいキャンキャンに鋭い針がついていて、返しももちろんバッチリついていて、でトレーラーをつけるフックキーパーはこんな感じで細軸でワイヤーでクイッとシンプルにあるので、細身のワームをつけても見崩れしないだろうなっていう、何にしても特徴的なのはこの頭の部分ですよね。最初はなんかお尻かじり虫みたいな形をしていたみたいなんですけどね。で進化の過程で、ミッキーに進化していったってことなんですけど、後ろに説明が書いてありますね。ミッキーヘッドジグ、3点倒立で安定したスタンドアップ姿勢と岩盤スタック回避性能を実現した WBS PRO OBC 健太郎デザイン異形のフットボールジグ誕生ということで、テトラポット状に突き出した3点倒立ヘッドが驚異的なスタンドアップ能力とボトム感度を発揮するミッキーヘッドジグ。OBC 健太郎の経験からセレクトしたラバーの量と質感、そして独自の凸面形状を持つミッキーヘッド効果と最適な量と硬さのブラシガードを装備することで、岩や岩盤などのハードボトム系のスタック率を小振りヘッドジグ比 40% 低減しました。ワイドゲームフッ素コートフック採用でフッキング性能もアップデート。スイミング時に凸面ヘッドによる強い水押しを発揮。重いトレーラーをセットしてもボトムで逆立ちアピール可能なミッキーヘッドジグは広大な水系のボトムフィッシングをよりイージーにしてくれますということで、裏に説明書きが書いてありますが、この支点が3点倒立することによって、どんな状態であっても、今ちょっとこう軽く投げ落としたりしてもゴロンってなんないんですよね。逆になったね。でもこっちに重りがあって糸がついてるから、ここに糸に張られた状態で水中の着底を目指していく場合は、常に大体この角度をキープしてくれるといったような感じだと思うんですけども、スタンドアップ姿勢することと、あとここの出っ張りがあることによって岩の間にスタックしづらいと、こういったことになっているということなんですよね。で開けてみると分かるんですけど、ほんとこのラバーの量がね、なかなか最近はない量だなって。結構ね、もうちょっと刈り込んでコンパクトシルエットになるようにラバーなんかもカッティングされて、あとはちょっとバラバラとした感じでっていうのが最近の流行りというか主流だったんですけども、結構ね毛の量が多め。かといってそんなにモサモサではないんですよね。このどうでしょうか、フットボールジグのイメージとしては、ある程度こうストンストンって入れ込みたいっていうところもありますからね。そこでこのラバーの量が多分あんまり多すぎると、せっかくのそのリアクション的にストンって落としたい時にブレーキになっちゃうかもしれないんじゃないかなだと思うんですけど、だからそこまで多くはないんですよ。ただ、長いラバーが結構均一にですね、綺麗に巻かれているっていうことなので、外国の方でね一瞬流行ったモップジグってね、ちょっと全然サイズ感とかボリューム感は違うんですけども、モップジグなんかもこうちょっと太めの長めのラバーがこうボワーっと水中でリアクションバンっていった後にモワーンってこう毛が広がる。そういったところで食わせるみたいなねやつが流行ってたりしたんですけども、そんな感じで結構ストンボワーストンボワーって感じで広がるんじゃないかなってね、早速使ってみたいなということで、で頭の裏にはもう親切にですね2分の1オンスっていう風に書いてありますね。で針もものすごい鋭くなっているから、刺さりもこれのやっぱり全身のフットボールがあったんですね。ゴブリンヘッドジグって今でも大量にストック持ってますけども、あれもすごいですね。根がかり比較的しないで、ちょっとした絶妙なガードがついていて、ダム湖なんかでもよく使っていたんですけども、それのスーパーパワーアップバージョンイメージでいいんじゃないかなと思うんですが、早速ですね使ってみたいと思います。で、なんかそのフラットレイクっていうイメージがあるかと思うんですけども、実はねダムですごいやっぱ使いやすいんですよね、フットボールジグっていうのがね。どんなところで使うのって言ったら、もう普通に岸のバンク沿いにどんどん打っていく、あとはそのフラットエリアでですね結構バタバタ動くようなワアームをつけてこうなんだろう、2枚手がついてるようなこうバタンバタン動くようなトレーラーをつけてバタ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 ってこうスイミングさしてくる、そんな使い方にもフットボールってね使うんですけども、最近はスイムジグとかでやるのが流行ってますけどね。でも元はそうですね、フットボールジグにちょっと、バタンバタン動くような大ぶりのトレーラーをつけて、中層をスイミングさせて、なんていうんですかね、底でもないしトップでもないし中層にポカーンといるねデカバスに口を使わせるなんていうテクニック、そんな時にこの手のですね使いやすい、フットボールラマジがあるとですねすごい便利ということで、ちょっとこれをそんな感じの釣りで使ってみたいなと思います。あとは一番多分簡単に使うんであればトレーラーはゲイリー山本の4インチグラブですよね、シングルテール。それをちょんがけしてフットボールで投げてスイミングプラスたまにストンと落としたり、こうタン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 ストンタ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 ンストンとかね、そういった釣り。あとは昔菊本プロが、必殺技でやっていたホンガリングなんかにも多分使いやすい形状じゃないかななんていう風に思うんで、これからのシーズンですね、あれなんかトップにいないなっていうか岩盤に魚が張り付いてるなとか、そういういろいろですねダム湖でも、この手のフットボールジグって、投げる活躍する機会が多いんじゃないかなと思うんで、いろんなトレーラーつけてね試していってみたいと考えております。ということで2分の1って書いてあるんで2分の1だと思うんですけど、大体いろんなパーツついてますからね、今活の新しいミッキーヘッドジグ、これは何グラムでしょうか。はい、15.2 グラムですね。でこれにこの手のにつけるトレーラーってのはだいたい7グラムとかそれぐらいのワームつけることが多いかと思うんで、だいたいワームつけると20グラム前後って感じですかね。で2分の1オンスっていうことなんで、この手の重さを使うんだと、ミディアムヘビーっていうよりはもうヘビーパワーぐらいの方が、使いやすいんじゃないかな。あとしっかりとこうカチコーンと、合わせを入れやすいので H パワーのロッドなんかが使いやすいのかな。ただ、針がめちゃんここれフッ素加工でほんとねちょっと危険なぐらい鋭くなってるんで、ミディアムライトでもある程度こう針のある竿だったらバーンってこうねフッキング持ち込めるんじゃないかなっていう風にも感じております。何にしてもねミッキーヘッドジグっていうことで、これ結構ねいろんなメディアとか各種 SNS でも開発中の過程とかどんどん、アップデートされていて、発売は今かと思ってましたので、いよいよですね実際に使ってみることができる、これでもう攻めの姿勢でねミッキーカラーみたいなのやってほしいですよね。こっちの上の方が黒くて先端が赤い感じの色にしたらね、ミッキーさんみたいになるんじゃないかなと思うんで、いいやはい、というわけでですね本日の釣り子 TV はこちらですね、今活の新しい、ラバージグ、ミッキーヘッドジグ、これを買ってきてみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。